セイパトリック大聖堂、ダブリンのセイパトリック大聖堂、正式にはセイパトリックの国立大聖堂及びカレージチャーチ、アイルランド島全体でも最大の教会である。珍しい例ではあるが、大聖堂であるにもかかわらず主教座がこの教会には存在せず、ダブリン大主教の主教座はクライストチャーチ大聖堂にある。そのため1870年からは、 聖パトリック大聖堂をアイルランド島全体のために国立大聖堂とし、聖堂参事会の委員はアイルランド国教会の12の司教区全体から選ばれている。また2007年からは他教派の聖職者も参事会に加わった。教会としては1219年から置かれている主席司祭によって統率されており、最も有名な主席司祭はジョナサン・スウィフトである。 1192年、イングランド人としては初めて、ダブリン大主教になった、ジョン・カミンは四つあった、ケルト系教区教会のうち一つの地位を、カレッジスクールに格上げした。その教会は、聖パトリックに捧げられており、同じ名前を持つ、聖泉のそばに位置し、ポドル川の都市領域が生まれた。1192年3月17日には、教会は捧げる対象を、神。 我らが聖なるマリア様そして聖パトリックとした。1191年もしくは1192年に発行され、13人のカノンによる聖堂三次会及び三つの特別構想、戦勝者、会計の三つを認めたカミンの設立認可上は、時の後継レスティヌス三世の教皇教書によってその、年のうちに承認された。人の六聖職者は大司教の土地から、 与えられた教会を付与されていた。時が下るにつれて、建造物全体は大聖堂に近いものとなり、大司教座である聖墓宮殿を含み、法的管轄権は大聖堂一体の首席司祭により監督される特権と、それと隣接するがより大きな大司教の保持している管轄権とに分割された。教会がさらに大聖堂に格上げされた。 正確な時期はっきりしていないのではあるが、すでに大聖堂が存在する都市で起こったこのキーな動きはおそらく1192年以降に起こっており、カミンの公認の大司教であるロンドンのヘンリーは1212年にクライスト・チャーチとイ・パトリック双方の聖堂参事会によって選ばれている。この任命はインノケンティウス三世によって承認された。これらの問題については口述する。 二つの大聖堂問題を参照。1218年から1220年の間、ヘンリーは、さらなる設立認可状を、聖パトリック体制とその聖堂参事会に与え、その一つである1220年のものは、大聖堂を率いるために、主席主催のオフィスを設置するというものであり、選出の権限は、聖堂参事会のカノンのみに割り当てられた。 アイルランド最大の教会として知られている、現在の教会のルーツとなる建築物は1191年から1270年の間に建築されたが、それよりもさらに古い建築物の遺構は、洗礼堂を除いて今ではほとんど残っていない。多くの建設は、ロンドンのヘンリーの前言によって前もって監督された。彼は、イングランド王の友人であり、そして、 マグナカルタには連書人として名を連ね、さらにダブリンの紙壁やダブリン城の建設にも携わっていた。1225年のヘンリー3世の命令から改築のための4年間、島を越えての寄付金が認められ、その初期イングランドゴシック様式の建設は少なくとも1254年の再検定まで続いていた。1270年頃にはレディー・チャペルが加えられた。 1300年、ダブリン大司教、フェリングスは二つの大聖堂を統合するための協定を取り決めた。これは、双方とも司教座聖堂として認められている二つの大聖堂が分有する形となってた権限を順応させるための対策であった。詳しくは、二つの大聖堂問題を参照。1300年代半ばから500年間、建物の北側横楼は、 聖ニコラス外部の教区教会として使われていた、言い換えると、聖ニコラス小教区の一部は、本来の都市から外れていた。火災の後、塔、マイノットの塔マイノット、エスタワーと西神道は1362年から1370年の間に再建された。非常に早い時期からこの教会には、浸水問題が付きまとっており、いくつかの洪水、 中でも18世紀後半には周囲に流れるポドル、川支流によって引き起こされたものが特筆される。20世紀に入っても地下水面が床下7.5フィート2メートル強以内にあり、この大聖堂においては地下聖堂や地下室は確実に存在しなかったであろうことを物語っている。イングランドの宗教改革。 改革は1536年から1564年まで右与曲折あったが、聖パトリックは1537年からその影響を受けていたの後、聖パトリックは聖公会であるアイルランド国教会の大聖堂なったが、ペール周辺の人々のほとんどはローマカトリックのままであった。長髪の間、大聖堂に収められているいくつかの像は、 トマス・クロムウェルが率いていた兵士によって傷つけられ、その後も十分な管理がなされなかった状況は1544年の振動の倒壊につながった。エドワード6世の治世中、聖パトリック大聖堂は公式に抑圧され、建築物は教区教会の地位に格下げされた。1547年4月25日に200、マルク英家の付助領が主席司祭である。 エドワード・バスネットに支払われ、続いて、数ヶ月後には60マルクの不助量が、勝者のアリエンと戦勝者のハンフリーに、さらに40マルクが副主教のパワーに支払われた。銀、宝石や装飾品は、クライスト・チャーチの主席司祭や聖堂参事会に、移譲された。王は、建物の一部を裁判所として、使うように指定し、さらに、カテドラル・クラマースクールは、 当時の教区牧師の邸宅に設立され、主席司祭の邸宅は大主教に与えられ、大主教邸宅のアイルランド総督への異常が続いた。1549年には壁を塗り直し、そこに聖書の一節を刻むよう、さらに命じられた。1555年、フェリペ2世とメアリー1世の宣言書により、大聖堂の特権を回復しさらに復旧に着手した。 1558年4月27日付で発せられたメアリー一世の治世後期の公文書は、聖パトリックの新たな主席誌であるトマスレベロス及び、聖堂参事会へ、大聖堂に属する及び、クライストチャーチの主席司祭と、聖堂参事会が保有していた、道具、家財、楽器、等々の返却もしくは受領という内容で構成されていた。1560年、 ダブリン発の公共時計のうち一つは、聖パトリックの先頭に建てられた。1600年代の初め頃には、レディーチャペルはすでに荒れ果てていたと言われ、クワイヤ生誕に位置していたアーチは、削りと漆喰の仕切り壁によって切り離されてしまった。日常的な大量の訪問客もおり、大量の客に対応するために、ギャラリーの一団が加えられた。オリバー・クロームウェルが、 そのアイルランド侵略で滞在している間、イングランド共和国の五国共和馬を大聖堂の神道に入れ馬小屋代わりにしていた。これは、クロムウェルの聖公会に対する軽蔑のデモンストレーションという狙いがあり、彼は聖公会に対して、ローマカトリックと政治的には国王派を連想していた。1660年の王政復古の後、建築物の修復は始められた。 1666年、大聖堂の聖堂三次会はフランス語を話す、ユグノーらのためにレディーチャペルを提供した。このユグノーたちはアイルランドに逃れてきた一団であり、後にはいくらかの修理と支度の仕事をして、それらは聖パトリックの教会フランス人として知られている。貸し出しは1665年12月23日に調印され、それからユグノーが完全に都市の人々に、 渦漏れそのサービスが終わる1816年にまで、しばしば再開された。1668年には崩壊の危険があった。屋根は下ろされ、新たな屋根は1671年に完成した。控え壁が建てられ、西の窓は垂直式の窓に取り替えられた。その後1680年にはクワイヤが作り直された。1688年から1690年の、 ウィリアマイト戦争の間、ジェームズ二世とそれに従うカトリック教徒たちは短い間ではあるが、聖パトリック大聖堂をおよそ150年ぶりに再び得ることとなり、ジェームズはしばらくの間そこで執り行われるミサに、ジャコバイトの支持者たちと共に参加した。しかし、1690年にジェームズがボイン側の戦いでの敗北の後ダブリンを去り、プロテスタントであるウィリアマイトが、 この戦争に勝利したため、大聖堂は再び成功会のものとなった。長い歴史を通して、大聖堂はアイルランド人の生き方に多くを寄与してきたが、その重要な側面の一つとしては作家であり、風刺家であったジョナサンス・スウィーフトに関係がある。ガリバー旅行記の作者である、彼は1713年から1745年まで大聖堂の主席司祭であった。 彼の有名な説教やアイルランド地方に関するものは彼が首席主催として滞在ていた間に書かれたものである。彼の墓と悲鳴は彼の友人であったステラのものと共に大聖堂で見ることができる。スウィフトは建築物に対して大いに関心があり、聖パトリック病院や貧しい女性のために給品院に出資した。 1432年に設立されたクワイア学校は、1742年に、ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルの、メサイアの最初期の講演に参加する多くのメンバーを供給した。1769年には大聖堂戦闘が、加えられ、これは、今日に至るまでダブリンの陸標となっている。1792年、礼拝は南、南北。 垂直からずれた2カ所の最下部と屋根の一部がひどい状況であったため一時的に差し控えられた。1783年から1871年まで大聖堂は聖パトリック騎士団のチャペルとして用いられておりメンバーは聖パトリックの騎士であった。1871年のアイルランド国境の廃止に伴い任命式はダブリン城のセントパトリックスホールに移された。 移動前の騎士門章期は今日でも、まだ内人聖火体積の上を追っている。1805年までに、北の浴牢は、廃墟と化しており、南側の浴牢も悲惨な状態であったが、より切迫した工事は足場によって支えられていた、振動の屋根に行われたものであった。1846年、聖パトリック大聖堂の主席司祭は、クライストチャーチの主席司祭と統合をされ、 この状態は1872年まで続いた。悲惨な経済状況によって制限されていたが、首席主席司祭パナケムの下では大規模な修理を始めることが計画された。レディーチャペルは修復され、床は元々の高さまで下げられ、他の切迫した箇所に対しても少なくとも部分的な対処はなされた。19世紀半ば、大聖堂の近くに渦もれていた。 ケルト十字が見つかった。これは今も保存されており、もしかしたら初期の聖泉の場所を記したものではないかと考えられている。ベンジャミン・ギネスの出資により1860年から65年にかけて大規模な修復が行われたが、これは大聖堂崩壊の危険が差し迫っているという危機感に感化されたものだった。また、このことは現在の建物や装飾品のほとんどは、 ビクトリア朝からのものであるということでもある。中世の鬼神礼拝堂は他の動きで取り除かれており、今日ではその仕事の痕跡はほとんど生き残っていない。再建によって大聖堂が存続することは確実になったものの、再建の程度を記録しておくことを怠ったことで、現在の建物のどこまでが、本当に中世由来のものでどこまでが、 ビクトリア朝のレプリカの蚊がほとんどわからなくなっている。ギネスは彼が井戸のリベカのステンドグラスを寄贈し、私は喉が渇いており、ナンジラは私に飲み物を与えたという抱負を読んだ際にはやんわりとした批判を受けた。彼の像は南側のドアの外に置かれている。大聖堂の大きな変革は1871年に起きた。アイルランド国境が廃止され、 国教会が国境ではなくなった後、新しく独立した、境界総会は、クライストチャーチを単一かつ明白なダブリン主教区の大聖堂と、そして聖パトリックは、国立大聖堂とすることでついに、二つの大聖堂、問題を解決した。今日では大聖堂はいくつかの公の国家行事が、行われる場所となっている。英国在教軍人会連盟式典は、 毎年11月にここで取り割れている。また聖火奉仕の奉仕は毎年12月24日を含めて12月に2回祝われ、これはダブリンの生活の華麗な目玉となっている。ダグラス・ハイドとアースキン・ハミルトン・チルダースを除いた時のアイルランド政府と野党のメンバーでは同じく国境会信徒であったチルダースを除いた人たちは教会のロビーの外に待機していた。 これは、この葬儀が行われた当時において、教皇庁は、カトリック教徒に対して、非カトリック教会に足を踏み入れることを禁じていたためである。チルダースは、任期中に死亡したため、彼の国葬は大々的に行われた。参列者は、ベルギー国王ボーダン一世、アメリカ合衆国副大統領、スピロ・アグニュー、ニクソン大統領の代理であった。 ルイス・マウント・バッテン・伯爵、エリザベス二世の代理、イギリスの首相ハロルド・ウィルソンと前首相、エドワード・ヒースラを含んでいた。2006年には亡命者保護を求める十八名のアフガン難民の一団によって、彼らがトラブルを起こさずに立ち去るまでの数日間選挙された。二つの大聖堂が一つの都市にあるということは、ほとんど先例がなく、さらに聖パトリックは、 修道院外の聖職者によ、クライストチャーチにとって変わる、大聖堂として意図されたものとある程度思われていた。聖パトリックの設立以来数十年にわたって、かなりの緊張のまま対立状態は継続して、結局1300年に調印された6つの要件から、なる構成法によって解決した。これは、法的には1870年まで有効であったが、内容は以下の通り、 その後の数世紀、国境が廃止されるまでの間二つの大聖堂は、主教区の中で共に機能し、現在では一つはダブリン及びグレンダーロフ保主教区の大聖堂に指定され、そしてもう一つは国立大聖堂になっている。大聖堂は、主席司祭によって引きられ、聖堂参事会全体で統治されている。聖堂参事会の基礎、 およびその規則は1191年に作られ1192年に強皇家レスティノス三世によって認められた設立認可状に由来している。聖堂参事会のメンバーはアイルランド国境会全体をある程度表しており、数人が四つの特別構想もしくは二十四の聖堂参事会員の一部となっている。法実も参照のこと。 聖堂参次会員の椅子一つはダブリン大主教に割り当てられているが主席司祭の選出に対してのみ積極的に使われるという変わった取り決めがある。13の元々の参次会員のうちいくつかは後に再分配され新しく一つが作られてそれらと置き換えられた後にはさらに多くの参次会員が任命された。長年聖堂参事会は4の構想。 ダブリン及びグレンダーロッホ副大主教と24の三次会員でなっていたが、副主教は19世紀後半にメンバーではなくなっている。上記のように2007年6月の終わりから7月の初め頃、聖パトリックは二人の自由主義的なカノンを任命し、カズトは長老会派でもう一人はローマカトリックがその席に推い,いる。彼らは出席司祭によって、 聖堂参事会の会議や決定への参加と同じように、大聖堂における朝もしくは晩の祈り、新旧約聖書の朗読、洗礼への立ち会い、婚姻、葬儀もしくは生産式の挙行に招待されることができる。大聖堂はボランティア組織によって支えられており、会員はいろいろな仕事や貢献を行っている。加えて特定の仕事、例えば鐘を鳴らしたり、 来客を出迎えたり、掃除をしたりを果たしている、様々なボランティアグルーの住み分けがある。大聖堂は、公共からの高級的な資金提供を受けておらず、単にチャペルで祈りを捧げたい人や、観光をしたい人に対しても安い料金で全員を迎え入れている。大聖堂のウェブサイトでは2006年の来訪者は30万人を超えたとしている。また、 大聖堂の出版物やその他の品物を売っているギフトショップがあり、売り物のいくつかは大聖堂のウェブサイトを使って直接購入できる。言い伝えによれば、聖パトリック大聖堂はチャンシング・ユア・アームという表現の語源であるという。1492年、大聖堂において、キルデア・ハク・ジェラルドはドアを切って穴を開けさらに腕をの穴に差し入れ、 敵対しており部屋の中に逃げ込んだ、オーモンドハクジェームズとのは僕を呼びかける努力をしたと言う。クワイアスクールはもともとは男子のみであったが現在では女子も受け入れており、大聖堂女性聖歌隊は2000年に設立され、週1回、ないし2回歌っていい。女性聖課隊の女子たちは、ほとんどがクワイアスクールもしくは中等教育を行う、グラマースクールから引き込まれている。 クワイアに加入することは、グラマースクールの生徒にとって、強制ではない、多くの女子生徒と数名の男子生徒が加入している。少年生歌隊は、プロの歌い手とみなされており、実はその仕事の対価が毎週支払われていた。彼らはまたより豊かになるために結婚式で歌うことも、ありこれについても対価を得ていた。彼らは、自由な教育を受けていた。 少年聖火隊ではない生徒が2ヶ月の夏休みを取る間、少年の半分は夏の間毎日当番であり、聖火隊の練習に参加しなければならず、また土曜日と日曜日の週2回の仕事を行っていた。これらの取り決めは1998年に廃止された。聖パトリック大聖堂のオルガンは4000以上の音感を持つアイルランドで最も巨大なものである。その一部は、 オルガン製作者であるレナトゥス・ハリスの1695年に設置されたものに始まる。オルガンは1890年代にジョージ・マーティンとの協議のもとヘンリー・ウィリスとその息子によって作り直され、さらに1963年にオルガン製作業者の J.W. ウォーカーサンズによって改修された。都市に基づいていた小教区の再編成の一環として、 いくつかの小教区は、ダブリにある大聖堂に結びつけられた。聖パトリック大聖堂小教区連合は別に、捜査協会を持っている。ドノア通りにある聖ジェームズ及び聖キャサリン協会が、それであり、小教区の活動の中心である。バーナード、JH、聖パトリック大聖堂の歴史と建造物の解説、主席司祭の商標付き、ロンドン、 G. ベルサンズ1924楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。